ここからはギアウェーブです。このコーナーでは最新の釣り具情報を開発に携わった方々が直々にご紹介、熱く語っていただきます。はい、僕たちがウェーブを感じたポイントにはこのウェーブ札上げていきますから、どこで出るかご注目。今回はアイペックスの最新ギアについて魚住椿さんにご紹介いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バッキー、先日もね番組出ていただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。その時も言ってましたよね、今ルアー作ってるんですっていう話、ね、そうなんですよ。それを今日持ってきていただいたってことですよね。はい、それがこちらに並んでいるものです。ね、じゃあ早速今回書いていただいた一押しアピールポイント、フリップ見せてください。はい、一石二鳥。違う、三鳥って書いてあるよ。三鳥三鳥です。おそう、一石二鳥以上ってことなんですね。はい、そうです、一石二鳥じゃなくて三鳥です。うん、どんなルアーなんですかね。でもその前にアイペックスっていう会社はどんな会社なんですか。はい、アイペックスさんはスマホとかパソコンとかの電子部品の部品を作っている会社で、もう幅広く事業展開をしていて、まあ、その中で新規事業部っていうのの企画の一環として、まあ、そのね精密な技術を生かしたものを作れないか、まあ、そう思ったらルアーが出てきたんですよ。ほう、はい、それで私にお声をかけてくださいまして、そこから私が理想とするルアーっていうのをね開発させていただけることになりました。え、じゃあ釣り具メーカーじゃないね。はい、そうです。へえ、そんな面白い展開があるんですね。うん、はい、で今回紹介いただくルアーっていうのがもうバッキーの思いが詰まってるっていうことなんですね。はい、なんていうルアー。バキクラっていうルアーです。バキクラ、はい、バキバキ釣れちゃうクランクです。こちらのルアーすごい秘密がありまして、うん、普通のクランクだったらトップウォーターだったらトップウォーターのところしか泳がない、うん、でディープクランクだったらディープのところしか泳がないじゃないですか。うん、まあ、リップの長さ違うもんね。うん、はい、そうなんですけれども、こちらのルアーリップがね可変式で伸びることによってトップも中層もディープも全部攻めれることができるクランクなんですよ。はい、そんなことできんの。今見た感じなんかねシャロークランクみたいな、うんうん、こう立った短いリップですもんね。はい、これはね、うん、トップウォータークランクですね。うん、めちゃくちゃ早く引いても50センチぐらいまでしか潜りません。はあはあはあ、はい、なんですけれども、うん、はい、いいですか、言っちゃって秘密を。うん、言って言って、はい、こちらのこう真ん中に線があるじゃないですか。うん、あるね。はい、こちらの線のところを90度回すんですね。そしてそのまま上にピッとこう上げるんですよ。ほうほうほう、そうしましてこのリップをこう引っ張ると、すごい、ちょっともう、はい、早速出します。こんなクランクベイト見たことないですよ。はい、これはすごい、ちょっとそれすごい、あれ、あ、俺の手元にもあるんじゃない。ちょっとやってみたい。やっていい、はい、ちょっと上に上がるんだね。はい、おうおうおう、そしてこれがのうわ伸びる、はい、伸びるんです。わあすげえ、わあすごい、もう急にめっちゃ潜りそうな感じになってるこれ。はい、アイもね、あのこことこことここに3箇所ついてるの分かる、これ本当だ、ね、3箇所。そうなんですよ、水中映像もありますのでそちらを見ていただけたら嬉しいので、うん、あ、これシャロークランク、これがシャローだ。はい、これトップウォータークランクです。トップウォータークランク、はい、うん、でなんかあのそうですね、これが2段階目の、はい、中層泳ぐクランクで潜ってるよ、潜ってるよちゃんと。すごいな、うん、前のアイにスナップを装着しているとこの動き、はい、あ、2個目のアイだと動き変わんの。そうなんですよ、ウォブリングに変わるんですよね、ロールから。本当だ、はい、動きも変わるんだ。そうなんです。あ、そしてこれが一番引き伸ばした時、はい、これが3段階目のディープクランクになる予定のものです。あ、ちゃんとさ、この一番底をコツ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 当たってるよね。あー、はい、これ釣れてんの。はい、そうです、この間ちょっと管理釣り場で釣りにテストチョークをしに行ってきたんですけれど。あ、すごいじゃん、はい、でね、ディープのところはさっきすごくね小づいてていい動きをしたんですけれども、うん、はい、もうちょっとね潜らせようと思ってるんですけど、なかなかねもうちょっとなかなかディープまでちょっと達するのが難しくって、まあいろいろねこうアイの位置を変えてみたりとかいろいろ試行錯誤してるんですけれども、そういう風にして潜らせてまあ頑張るか、うん、あとはあの3つの動きができるじゃないですか、うん、こちらのルアーって。なんで、まあ、トップウォータークランクだったらロール、
ミドルレンジはロールもウォブリングもできますよと、うん、でディープレンジになった時にこちらにねちょっとこう遊びがあるので、ほうほう、はい、なんで S 字を描きながらこうくねくねくねプル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 しながら S 字を動きながらこう泳ぐんですよ。へえ、はい、そのリップが固定されてないからそういう動きになるの。はい、そうなんです。面白い動きするんですね。そうなんですよ。こちらの結構バスがすごい好きな動きなので、はい、その3つの動きができるクランク最低でもそちらをこう目指して作っていきたいと思ってます。すごいですね。すごい面白い。これ使ってみてどうですか。使ってみてすごくやっぱりね楽ですね、うん、楽、はい、楽っていうのはどう楽なの。いやもうやっぱ一番楽なのはやっぱりトップと中層ですね。トップをこうちょっとね朝のうちとかはこうシャローの方に投げて、うん、でこう引きたいじゃないですか、うん、でもなんかまあボートとか乗ってる時とかにこう急変的なこう岩のそばとかそういうところはちょっとね下げて中層を引きたいじゃないですか、うん、はい、何個もルアー持っていかなくてもいいっていうこと。そうなんですよね。はい、ランガンとかだと結構な荷物になっちゃいますもんね。そうだね、いっぱい持ってるとこれ1個あれば、はい、もういろんなレンジ攻めれていろんな場所攻めれるってことですよね。はい、そうです。すごいな。これなんでこれを作ろうと思ったの。これはですね、うん、まあ、やっぱ夢があるじゃないですか、まあ、普通に、まあ、なんか伸びたらいいんじゃないかなって思ったってのもあるし、うん、やっぱルアーボックスとかこう広げると、うん、なんかめっちゃこうルアーが重なって、うん、で取り出すのにガシャガシャガシャって言って取り出しにくいとかあるじゃないですか、うん、はい、そうなった時になんか1個のクランク、まあ、クランク同じようなクランクでリップがね、まあ、ちょっと長さが違うだけのものが何個か持ってく時とか結構あるんで、うん、まあ、そういった時になんかまあこれ伸びたら大丈夫、いいんじゃないみたいな感じで思っていい、ね、伸びたらいいんじゃないで作ってみました。これはさ、はい、あ、後ろにあの設計図みたいなデザイン画があるけどさ、はい、これ伸びるその機構を考えたっていうのは結構大変だった。あ、そうですね、まあ、ここの接着部分がちょっと難しかったですね、うん、どういう風にしたらいいのかって、最初バネでこうピッて伸ばしてこう閉じればいいのか、入れればいいかなとか、あとまあ普通にただ力ずくでこう伸ばしちゃえば伸びるよっていう風なものにしちゃえばいいかなと思ったんですけど、こうボトムをこうこづいた時にそのままこうチッチッチッって下がってっちゃって、でレンジがさキープできなかったら最悪じゃないですか、うん、なんでやっぱりロックしたいなって思って、まあ、やっぱりちゃんとロックできるようなものにしようっていう風に考えた時の、まあ、この構造っていうのが結構難しかったです。これねちゃんとねこうひねったら引き抜かれてんでちゃんと入れて、なんつうの、その棒が杭が穴にちょうどはまるようになってるのね。これ使ってみると、あ、便利だなって思うけど、作るときはそういうのが大変なんだね。そうです ね。なんかいろんな可能性を考えちゃうので、はい、それでねちょっと苦戦したりとかしてました。いやこれはね、はい、斬新でちょっと初めて見ました。いくつか種類があるみたいなんだけど、うん、それはどういうこと？ちょっと気になってました。あ、そうですね、こちらが一番最初に考えた時のプロトです、うん、おー、はい、ちょっとリップの形が違いますね。ちょっとスリムな感じで、できたらいいなって思ってたんですけど、うん、やっぱり角度が丸いじゃないですか、うん、丸いとやっぱトップウォータークランクの時にいい動きをしないんですよね、うん、なんでちょっとこちら、はい、ボツとなりまして、ボツとなっちゃって、はい、次、あ、もう本当に試作品ですみたいな感じよね、はい、そうですね、色もまだ塗ってないやつなんですけど、うんうん、はい、このリップはですねこのカーブに、あ、本当だ、まっすぐじゃないんですね。はい、そうなんですよ、まっすぐじゃないんですよ、なっているものと、うん、もう一個カーブじゃないフラットなんだ、そっちは。本当だ、はい、90度のものを作って比べてみたんですよ、うん、そしたらカーブのものは確かにトップウォータークランクでいい動きはしたんですけど、やっぱりミドルレンジディープレンジってなってきた時に、まあ、安定して泳がなかったりとかいろいろとあったので、こっちを採用して次は浮力の問題とかそういうのを考えて大きいものを作ってみたりとか、そういったことで、はい、考えていろいろ作っております。じゃあ今僕が手元に持ってるこれは、はい、今の段、これ完成形？
完成間近ではあるんですけど、はい、まだ完成ではなくって、もうちょっとこう微調整して、浮力はどれぐらいの浮力がいいのかで、ディープはどれぐらい潜った方がいいのかっていうのをね、比べた上で検討している最中です。そうか、これね、今ねクラウドファンディングで資金募りながら、はい、今開発している最中なんですもんね。はい、うん、そうです。幕開けさんっていうところでね、うん、はい、募集しております。さあ、そして今開発してるのはこれだけじゃないんですよね、うん、次もそうなんです。うん、それが、はい、それがこちらです。これなんていう名前のものですか。なんだ、ワーム。こちらバキブルムって言います。バキブルム、はい、かっこいい名前ついてるけどブルムっていうのはちょっとミミズっていう意味なんですけれども、ほうほう、はい、あ、雨が降って土が濡れると、そこにいるミミズがポトッと湖とかね、川の中に落ちるじゃないですか、うん、そうするとヒラ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 ってしながらこうそこに落ちていくじゃないですか、うん、それをハードルアーでこう表現したものになっています。え、それワームじゃなくてハードルアーなの。はい、ハードルアーです。触ると硬いんだ。テロンテロンでね、一見もうワームにしか見えないんですけど、うん、はい、硬いんですよ。ぜひ触ってみてください。ちょっと、これが一番第一試作ですね。第一試作なんだ。じゃあまずこれができて、で、はい、その次に今バッキーが持ってるこれができて、うん、これさ、はい、どんな動きするの。これも VTR ある。ちょっと見てみた、はい、あ、これさっきオカマリが持ってたそのプロトタイプですね。はい、こういう動きなの。来てる来てる。くった。そしてこれが最新のプロト、これ今バッキーが持ってたやつ。はい、はい、そうです。わ、こんなウィードすり抜けていくんだね。はい、すり抜けて、やはりこうリアクションさせたり。これもうまるでワームみたいな動きするね。はい、そうなんですよ。テロンテロンですよ ね。すっごい動き、はい、わー、ワームだよこれ。いや、ワームじゃないんですよこれが。ワームじゃない、これハードルワーなんだね。はい、これ釣れそうだね、マジでね。はい、この落ち方とかもめちゃくちゃ魅力的ですね。じゃあ硬いんだそれ。はい、硬いんですよ、うん、なんで河口湖とかね、うん、ワームが使えないレイクでも使うことができるんです。そっか、はい、ちょっとそれは岡森ウェーブ、ありがとうございます。芦ノ湖よく行くけど、芦ノ湖もワーム禁止だからね、うん、で魚にも優しくて、はい、もう動きはほぼほぼというかもう完全ワームなんで、はい、めちゃくちゃ使ってみたい。すごい。俺も芦ノ湖でこれ使ってみたい。ねえ、うん、そうか、これもまた新しいですね。いやー、すごいね。これバキブルムっていうハードルは、うん、それさ、どういう風にセッティングするの。フックついてるね、よく見ると。あ、そうですね、うん、フックはここの藍に糸を通してもらって、うん、それでこのフックにこう結んでもらってから、ここにキュッとつけてもらうとセッティングができます。ほうほう、あ、うん、じゃあそれ取れやすいってこと。はい、ここのこうキュッと出てるところにはまってるだけなので、うん、まあ、バスが食った時にポンと、取れてくれればね、フリーでバスをばらしにくくこう釣り上げることができます。あえて固定してないんだ。はい、そうです。あー、確かにばらし、それで激減になるよね。はい、プラスアルファこの針を反対側、反対向きにこうつけることによって、うん、ウィードをかわしやすくすることもできます。まあ、理想の動きっていうのが、あのワーム、ストレートワームのワッキー掛けでホールさせた動きが私にとってのこう理想の動きなので、そちらに近づけれるように頑張ってる最中でございます、うん、これいつ頃発売になるんですか。あ、そうですね、ただいまクラウドファンディングの幕開けさんにて募集をしていて、うん、はい、3月の28日まで募集していますので。お、じゃあこのオンエアからあと1週間ってこと。そっか、はい、そうなんですよ。すぐにでも欲しい、すぐにではないんですけど、まあ、一番初めに欲しいっていうふうに思っている方はそちらで購入していただいて、うん、まあ、量産する予定もございますので、はい、そちらの情報はまたちょっと先になってしまうんですけど、私のツイッターとかを見ていただけたら嬉しいです。なるほど、クラウドファンディングで出したらいつ頃手元に届く予定なんですか。そうですね、一番早くて今7月の末で、まあ、ちょっともうちょっと伸びてしまって9月10月ぐらいになるかなっていう感じです。そっか、じゃあバッキー、このね、もう今まで見たことないリップが動くっていうルアーとか、このハードなこのワームみたいなルアーとか、はい、
すごい開発残りも頑張ってくださいね。これは新しいアイデアですよね、はい、頑張ります。もう本当にめちゃくちゃいいルアーができるように、はい、頑張っておりますので、皆様応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは本日は IPEX の最新ルアーについてご紹介いただきました。魚住さん、ありがとうございました。ありがとうございました。